ご紹介どうもありがとうございます。国立理学研究所の村山と申します。今日はちょっとこのようなタイトルで少しお話をさせていただきます。基本的には細胞分裂のお話をちょっとしたいと思っています。で、この今お示ししている動画なんですけども、これは分裂酵母と呼ばれる単細胞の生き物が細胞分裂している様子です。で、この緑色に光っているところが遺伝物質である DNA でして、でこれが細胞が分裂するときに同じように分かれて、その次世代の細胞に受け継がれていくという様子を示しています。で、今日の内容なんですけども、この細胞分裂の中でもこの DNA という遺伝物質が、どのように正確に細胞に受け継がれていくのかということについて少しお話ししたいと思います。で、ちなみにこの分裂酵母なんですけど、酵母と聞くとパンとかお酒とか発酵に使われる酵母を想像されるかもしれないんですが、実はこれそれとは全然違う種類の生き物でして、そっちの酵母はこの質芽酵母という名前の酵母です。で、この分裂酵母が細胞が均等にこうパカッと分かれるように分裂するのに対して、質芽酵母はこういうふうにメガネみたいに細胞分裂することからこの名前が付けられています。こちらの分裂酵母の方はそんなにお酒を作るとか産業で役に当たっていないんですけども、すごい基礎的な生物、つまり生物が基本的に持っている細胞分裂とかそういうシステムを研究するには非常にいい材料でして、結構由緒正しい研究モデル生物です。で、私の研究も一部これを使って行っています。DNA の話ということで少しベタだと思ったんですけど、この写真からちょっとスタートしたいと思います。で、この写真に写っているこちらの深いの男性はこちらがジム・ワクソンで、こっちがフランシス・クリック。この2人がDNA の構造を理論的に導き出して、その DNA がその遺伝情報を記録する分子として、どういう特性があるかということを明らかにした研究者です。で、この真ん中に写っているのがその彼らがDNA の構造を考えるときに使っていた模型でして、これは現在イギリスのサイエンスミュージアムというところに展示してあるんですけども、こっちの写真が僕がそこに行ったときに撮ってきた写真です。で、よく見てみると分子がこういう鉄板で表現されてたりとか、ちょっとこれは見えないんですけども、これ実はマジックで化学記号が N とかそれいっぱい書いてあるんですね。なんで当時の彼らの研究の苦悩というか楽しみというか、そういうのが伝わってくる、そういう展示物です。で、彼らは実は実験的に DNA がこういう構造しているというふうに示したわけではなくて、その今まで知られて分かっているその分子の特性からこういう構造を取ればその DNA が合理的に遺伝物質として働けるということを示した研究者です。で、それとはちょっと逆の方向で、実際に実験的に DNA がどういう構造をしているかというのを実験的に証明しようとしていた研究者もいました。で、それがこちらに映っているモーリス・ウィルキンスと、あとロザリンド・フランクリンという研究者ですね。で、特にこのロザリンド・フランクリンの方は DNA に X 線というものを当てて、でその時に分子の影のようなものが見えるんですが、そういう実験法を使ってDNA の構造を明らかにしようとしていたと。で、彼女はこういうデータを膨大に取っているんですけども、実際にこのジム・ワッソンやクリックも彼女が出したデータを見て、でそれにインスピレーションを受けて、こういう構造が出来上がったというふうに言われています。で、DNA というと細胞の中にあるすごく小さい分子を想像されると思うので、実際には目に見えないんですが、もちろんたくさん取ってくると一応目に見えるようになりまして、これは人の培養細胞っていう研究用に使う細胞があるんですけども、そこから生成してきた DNA です。で、ちょっとどんぐらいの細胞から取ったかは分からないんですけど、かなりたくさんの細胞から取ってくると、こういう綿みたいな綿みたいな質感のものなんですね。で、線状ということで、つまり DNA が糸のような分子であるというイメージが伝わるかと思います。そのワッソンやクリックが作ってた構造っていうのをもうちょっと漫画的に書いてあげると、こういう2本の線状の分子が螺旋状に並んだ構造をしています。で、実際はこの
この糸のような分子というのは、一つ一つの小さいヌクレオチドと呼ばれる分子が一個一個並んでてできているもので、 DNA の場合は4種類のヌクレオチドを使い分けて、それでそれをつなげて分子にすると、そういう構造をしています。なので、ちょっと今回ここで強調しておきたいのは、その DNA というのは情報が多くなれば多くなるほど、どんどん長い分子の糸になるということです。では、じゃあ人の例えば細胞の中に今どれぐらいの DNA が入っているかということをちょっと考えたいんですが、その前にまず細胞の大きさがちょっと必要ですね。で、大体人の場合だと平均すると10マイクロから20マイクロメーターの、の細胞の大きさをしています。で、この中に大体合計して2メーターぐらいの DNA が入っています。実際には1本で2メーターというわけではなくて、これがブチブチといくつかの断片になっていて、で、平均すると4センチから6センチ、で、長くて8センチぐらいのものです。どちらにせよ細胞よりすごく長いと。で、さらに人よりももっと長い DNA を持っている生き物もいまして、例えばこの杯魚と呼ばれている魚、これエラ呼吸じゃなくて肺呼吸する結構珍しい魚なんですけど、こいつの場合だと人よりも20倍ぐらい長い、合計44メーターという DNA を1つの細胞に持っています。とにかく DNA というのは細胞に比べてすごく長いと。ですが、ちょっとこのマイクロメーターとかメートルとかだとイメージがつきづらいと思います。で、こういう細胞の研究するときはイメージがすごく重要なので、ちょっと簡単なんですけど、こういうものを用意してみました。これは100均で買ってきた単なる紐なんですけど、8メートルある。で、これを DNA だと思ってください。で、こっちがアイスカップで、これが直径7センチで、これが細胞とすると。で、そうするとこの細胞の中に DNA が収まっているわけですから、紐はこういうふうにごちゃごちゃした状態になりますね。で、さらに細胞が分裂するときっていうのは、この DNA を全く同じものを合成するので、細胞の中はまたさらに複雑にこういうごちゃごちゃとした状態になると。で、細胞が DNA を分けるっていうのは、イメージとしてこういう狭い空間でこのように絡み合った DNA を分けるという、ちょっと大変な作業だなというのは想像できるかなと思います。ちょっと今日の話題を少しパラフレーズして言い換えると、どうやってこの DNA ってすごく長い分子を分裂する細胞に間違わないで、まだ切れたりしないで受け渡すことができるのかということです。で、この細胞分裂の研究っていうのはかなり実は歴史が長くて、その顕微鏡が発明されてから研究者っていうのはずっと細胞を顕微鏡で見てるわけですね。で、その中でもこのドイツの生物学者バルター・ベニングという人は、すごく詳細な細胞分裂の様子をすごく詳細なスケッチで残しています。で、フレミングの観察が非常に特徴的だったのは、この細胞をアニリンという塩基性の色素で染めたことで、そうすると何か染まる部分があると。で、いろいろ細胞を見ていくと、その染まる部分というのがいろんな形をして、で、最終的に細胞が分裂するときにこれが一緒に分かれるということを発見しました。で、彼はこれをそのまま染色体という名前を付けたんですけども、これは現在でいうところの、その長かった DNA がきれいに折りたたまれて、それぞれの細胞に受け継がれていくっていう様子を示していたことになります。じゃあ、この DNA がどうやってこういうふうに折りたたまれていくのかということを少し見てみましょう。で、これはこれが動画を示すんですが、これはウニ、トゲトゲしているウニの細胞が分裂するときの様子です。で、この黄色い部分が DNA を示してまして、分裂が開始すると一気に短い形にこういうふうにコンパクトに凝縮されます。で、この凝縮された DNA がどういう形をしているかというと、こんな感じの棒状の形をしています。で、これは原子間力顕微鏡という特殊な顕微鏡で、この1本の DNA を拡大したものですけども、大体この幅が1マイクロメーターで、縦長が10マイクロメーターぐらい、ちょうど細胞より小さいサイズまで折りたたまれます。この2本あるのは、それぞれ分裂前にコピー、合成された、複製された DNA が並んで写っているということです。で、この過程でどれぐらい折りたたまれるかっていうと、元の長さの大体1万分の1ぐらいの大きさまで折りたたまれます。
1万分の1っていうと、さっきの紐の例えで言いますと、大体の8メートルの紐、実際もっと太さは細いんですけど、そういう極細の8メートルの紐が、まあ、米粒よりもさらに小さくなる、まあ、そういうあの折りたたみ具合ということです。で、まあ、DNA がきっちり折りたたまれて、まあ、分かれるサイズになったのはいいんですけども、あのまたここでもう一回あのアイスカップの例に戻りたいんですが、あの細胞が DNA を分けるときっていうのはもう一つあの大きな問題があります。で、まあ、DNA をこのままこういうふうに普通に分けてあげればいいんですけども、あのもしこれが何の制御もなくてランダムに分かれてしまうと、まあ、こういうパターンも出てくる。だから、あのだから2回に何も制約がないと2回に1回しか、まあ、この DNA とうまく分かれないわけですね。でこれはあの DNA が1本のペアの時のすごくシンプルな時を考えていますけども、まあ、人の細胞の中ではこれが合計46本あるので何かちゃんとしたメカニズムがないとうまく分かれないということになります。ちょっとこの話は少し分かりづらいかもしれないんですが、まあ、結構これはあの重大というか、まあ、原理的な本当に問題でして、あのこういう DNA の分配ミスっていうのは、あの例えばがん細胞なんかで非常に多く起こっているという、まあ、報告があります。でこれはあの人の DNA をですね、人の DNA の分裂器の DNA をまあ、こうやって長さ順に並び替えて、で色をつけてあの染めてあるものです。で、まあ、そうすると例えばがん細胞の方をちょっとピックアップしてみると、この正常細胞の場合はこの1番っていうふうについているやつは2本あるんですが、がん細胞だと1本消えちゃってる。他にもこの3番っていうのを見てあげると、まあ、逆に1本増えてたりする。でさらにがん細胞の方では、まあ、その DNA というのが長さの違うものがすごく入れ替わってもうごちゃごちゃになってしまっているようなものも結構出てくるんですね。でこういうようなあの分配のミスというのが、そのがん細胞がさらにあのがん化を悪化していくときに、まあ、何か関係があるんじゃないかというふうに、まあ、現在言われております。でまたこのがん細胞だけじゃなくて、まあ、問題がありまして、例えばあの配偶子、卵とか精子といったあの生殖に関わる細胞ですね、これがあの作られる過程でもこういう DNA の分配ミスというのが問題を起こすということがあの言われています。であのもちろん生殖細胞も、まあ、細胞なのであの分裂して形成されてくるわけですけども、あの特にその中でも卵、あのつまり卵ですね、卵が形成される過程で、その母体が高齢になってくるとこういう DNA の分配ミスというのが多く起こるということが報告されています。これはちょっと論文から取ってきたものなんですが、これはマウスの卵細胞があの作られる過程で、まあ、その時に DNA の分配の様子というのをあの取っているものです。でこの2ヶ月例というのが比較的若いマウスでして、でこの分裂前と分裂後を比較すると、まあ、ちゃんと DNA が分かれている。で今度はこっちの16ヶ月例という方が、まあ、若干あの高齢なマウスでして、これになると少しあの DNA があの分配をミスを起こしているものがあの出てきます。で、これはその定量したものでして、若いマウスではそういうミスはあまりないんですが、やっぱり年を取ってくるとあのこの論文でいくつかカテゴリーをつけてますが、まあ、やっぱミスが多くなってくると、まあ、そういうことが起こります。どうやって細胞はあの DNA をちゃんと見分けて分けているのかということなんですが、まあ、その様子がちょっと分かるあのヌーギリがあるので、ちょっと少し長いんですけど、あのご紹介したいと思います。これはあのアフリカツメガエルというカエルの細胞が分裂する様子です。でこの真ん中が DNA が入っている核で、今だんだんとあのDNA がコンパクトになってきて、そろそろ糸状になってきました。でこいつはだんだん真ん中に集まってきて最終的に分かれるんですが、ちょっとこの DNA に注目してください。今細胞がちょっと間違いかけてこいつをちょっと先に分けてしまいそうになってます。でも細胞はやっぱりちゃんと気づいてあの間違えてるなと今考えてるわけですね。でしばらくするとこいつがここに真ん中に戻ってちゃんとあの間違いが修正される。でその後ちゃんと DNA を見分けてあのこのようにきれいにあのDNA をそれぞれの細胞に分配するということをしています。じゃあこれがあのどのようなあのメカニズムで起こっているかということなんですが、まずまたちょっと
この拡大した DNA にちょっと戻ります。でこの DNA をよく見てあげると、この真ん中のあたりにくっついている部分が、実はあるんですね。でこれをそのまま接着というふうに呼ぶんですけども、この接着している構造が非常にその DNA を正確に分けるっていう重要な構造になっています。でどういうことかというと、細胞は DNA をその分けるときにですね、最初に防水体と呼ばれる DNA を引っ張る装置を細胞の両端に作ります。でこれが、この防水体がこの細胞の DNA の、くっついている接着している部分にかけて、結合をまずします。でその後に、両サイドに引っ張ろうとするわけですね。でそうすると当然ここは接着しているので、抵抗があるからテンションがこうやってかかります。でこの均等にテンションがかかるということを、両方向に引っ張っているという指標にして、DNA を正確に分けるということをしています。で全ての DNA にこういうふうにちゃんとテンションがかかるまで待っていると。でこの機構をチェックポイントというんですけども、先ほどのムービーはこのチェックポイントの機構が働いている様子を見せていました。でこういうふうに準備が整うと、接着の部分が取れて DNA がきれいに分かれるというメカニズムになっています。じゃあここまで大まかな流れを見てきたんですが、じゃあその接着とか高度な DNA の折りたたみっていうのがどう起こるかというと、もちろん DNA だけでそれを行っているわけではなくて、それ他の機能分子が働いています。でその働いているのがタンパク質っていう、生体内の中にある機能分子で、大体人の中では10万種類ぐらいあると言われています。でそのうちの一部が、DNA に結合して、こういうような超構造体を作って、こういう折りたたみとかをしていると。でこの構造体のことを我々はフレミングのオマージュから染色体というふうに呼んでいます。でこの染色体を構成する主要なタンパク質というのはヒストンというタンパク質でして、でここにちょっと動画で出てるみたいに円柱状の形をしたタンパク質で DNA をくるくるっと2回転巻きつけるようにして結合します。で結合して、DNA をちょっとまとめるんですけども、その実際に人の染色体からこれ取ってきて拡大してあげると、こういうふうにヒストンが数珠のようについている構造をしています。でこのヒストンが基本的には染色体の基盤になっているわけですけども、それ以外に接着やもうちょっと高度な合意凝縮するというタンパク質があるということは、これが見つかった時点で結構分かっていたんですが、それからしばらくしてそれをやっている本体、タンパク質というのが同定されなかったんですね。ですが、ここ20年ぐらいになって、その DNA の接着や、染色体の接着や、その高度な折りたたみをしているタンパク質というのが同定されて、この分野の研究が一気に進まれます。でそのタンパク質がコヒーシンとコンデンシンというタンパク質です。こいつらはちょっと形がヒストンとだいぶ違っていて、リングの形をしたタンパク質です。ちょっとコンデンシンの方はシュッとしていますけど、リングの形をしたタンパク質。でこいつらよくよく調べてあげると、いろんな生物の中で保存されているということが分かりました。僕が調べている分裂酵もそうですし、魚やカエルもちろん人。でさらには進化的にもっと古いバクテリア、細菌ですね。細菌の中もこういうタンパク質を持っている。なのでこのコヒーシンやコンデンシンというのは、その生物が誕生してきてもうごく初期の頃に重要で出来上がってきたタンパク質だということです。でこの2つのタンパク質がどうやって接着や凝縮をつけているのか、でもちろん DNA に結合して何かしているということは予想できます。でちょっとここで一般的な DNA 結合タンパク質についてちょっと説明したいんですが、こういうタンパク質は大体大まかに球状の形をしていて、この DNA 結合する部分が表面にあると。でここを使って普通にパッとつくわけです。で先ほどのヒストンもちょっとくるくる巻いてて感じが違うんですが、このタンパク質の表面を使って結合しているという意味では、同じメカニズムでついている。しかしこのコヒーシンやコンデンシンに想定された DNA 結合というのはそうではなくて、このリングの中に DNA を通して、まるで結束バンドというかゴムバンドというか、そういう感じで働くというふうに考えられています。でこれ非常に合理的なモデルでして、というのも例えばコヒーシンの場合だったら
この複製した DNA を2本こういうふうに結合してあげれば、こういうことがいっぱいできると接着が自然とできると。でコンデンシーの方もこういうふうにリングの使い方を使ってループをたくさん作ってあげれば接着体、接着体を折りたたむことができるということです。でここからちょっと僕の研究に突然なんですが入りたいんですが、私はこの中でも非神経タンパク質に注目して研究を行っています。でも必死で僕の疑問は皮脂がどうやってこの接着を作っているのか、で、特に言うと、もうDNA をリングの中に通すように結合しているのかどうかということを調べています。で、どうやって調べるのかということですが、もはやこの今疑問程度が皮脂というもう1個の分子のところまで来てしまっているので、顕微鏡を使って細胞をそのまま直接見るみたいなやり方だと、ちょっとこういう細かいメカニズムを調べるのは限界があると、ということで行っているのは、そのやり方は結構単純でして、そのコヒーシンをもう細胞から直接分離生成して取り出して、もうそのまま働きを調べてしまおうというやり方をしています。でこういうのを細胞性実験というふうに言うんですけど、イメージとしては機械を分解して中身を調べるという感じです。例えば車があったとして、皆さんもしこれを初めて見たとしたら、どうやって動いているかわからない。で我々研究者は何をするかっていうと、まずこの車を解体する。で解体してよくよく調べると、こういうエンジンみたいに動いているところがある。でこのエンジンをよく調べると、ピストンが縦運動して、それが軸の回転運動に変換されて、ギアに伝わって、最終的にタイヤが動くみたいなことが分かっている。でこれと同じことをその皮脂とかタンパク質について行ってあげようというイメージです。でタンパク質の生成なんですけども、これも結構ガサツな、ある意味ガサツな方法で、僕の場合は分裂酵母と酵母を使っているんですが、まず細胞をゴリゴリとすりつぶします。ですりつぶした後に余計な細胞のゴミを取り除いて、細胞抽出液というものが出来上がります。でこの中にはその細胞の中の何千何万というタンパク質が入っている、溶液ができるわけですが、ここから一種類のコヒーシンというタンパク質をより分けてあげるということをします。でこの方法としてカラムクロマトグラフィーというのを使うんですが、これはタンパク質の化学的な方法、性質というのを利用してうまいことより分ける方法で、こういう機械を使って行っています。まず細胞抽出液なんですが、これはそれを簡易的に調べたもので、この一本一本の青色のバンドがタンパク質だと思ってください。でこれをカラムクロマトグラフィーにかけると、コヒーシンだけを取ってくることができる。でここに4本バンドが出ていますけれども、実はコヒーシンというのは4つのタンパク質がこういうふうに合わさってできている複合体というタイプのタンパク質です。なので4つバンドがあると。で次にこれがちゃんとこういうリングの形を漫画のようなリングの形を作っているかどうかということで、じゃあコヒシンが生成できましたので、じゃあそのリングの中に入るような活性があるかということを、検出することをします。ちょっとこれはトリックがあるので少し煩雑になるんですが、説明したいと思います。で通常そのタンパク質と DNA が結合するかどうかっていうのは、この2つを混ぜて、で結合しているかどうかっていうのを、何らかの方法で調べればいいんですけども、そのコヒーシンの場合というのは想定しているのが、このリングの中に DNA を通すという結合なので、そのままほっとくとこうやってパッと外れる、ということが予想できます。なのでこの方法では検出できないと。だから DNA の方もこういう輪っかのものを代わりに使ってあげます。でそうするとこのリングのタンパク質の中に、リングの DNA を入れることになるので、外れないので DNA が結合が検出できる。でこの状態でコヒーシンというものをまた生成してきてあげると。でそうするとこういうふうに結合してたら一緒に DNA がついてくるので、結合した DNA を検出できる。で、そういう考え方です。で実際に実験結果ですけども、これが DNA を検出しているもので、この白いバンドが DNA だというふうに思ってください。これが反応させる前の基質で、これが感情の DNA で、これが線上の DNA になります。で反応を行って、
コーヒー心を生成していきますと、生成すると、まあ、やはり予想した通りにコーヒー心は感情の DNA だけは生成一緒に生成されてくるけども、この線上のやつとは別からということで、確かにそのリングの中に DNA を通すように結合する、まあ、そういうタンパク質だということが分かりました。でこういうあの細かい解析を行って、まあ、何が分かったかなんですけどもまずはコーヒー心が確かにこうやって DNA をリングの中に通すということが分かりました。でさらにあのいろいろ調べていくと、まあ、ある条件によってはこうやって2本の DNA をまあつなぐ活性があることがあの分かりました。でこれはもうまさにあのこの染色体が接着を作るときに、まあ、必要と考えられていたあの活性なので、あの現在これについてまだ詳細に調べています。でまたあの条件を変えてあげると、あのコーヒー心が今度はまあくっついてリングに DNA にくっついていたコーヒー心がこうやってリングの一部を上げて DNA から落ちるという活性も、まあ、こういう動きをするということも分かりました。でこれが何をしているかというと、その最終的に DNA がこうやって分配されるときは、まあ、接着が取れなきゃいけないと。この接着が取れるということは、まあ、コーヒー心が取れるということなので、まあ、その過程に必要な働きを見ていくんだろうというふうに思っています。でこういうあの生成したタンパク質っていうのもこういうふうに細かく調べることで、この染色体っていうもののコントロールっていうのが、まあ、分子レベルでだんだん分かってきたということです。